はい、雨ですね。本当に、久しぶりにちゃんと雨降ったなって感じしますね。でも、肌が乾燥してきたところだったんで、少しはこれでビニール袋をめくりやすくなるかなって感じですかね。そんな関係ねえか。いいや。で、今日の1本目の話題はですね、北京五輪をやるやらないとか、ボイコットとかって話を先日したと思うんですが、その一つの事例というか、だな。女子のテニスプレーヤーの人が行方知れずになってんじゃねみたいな、粛清されたんじゃねみたいな話になってるんですよ。なぜかというと、中共に立てつく的なことの発言した直後に、音信不通になっちゃったんで、その話になってるんですね。で、ここに来て、IOC のバッハ会長がテレビ会議をしたぞって発表したんですけど、あざ笑ってあげようかなという感じですよ。っていうかね、皆さん。生存報告するときって何やります？本当に、皆さん自身がもし、しばらく音信不通だったとして、やばい、そろそろ社会に発信しないと死んでることにされちまうっていうふうときにね、私だったらね、ツイッターに一言、生きてるぞってつぶやくだけでいいと思うんですよ。適当なリツイートでもすれば、それだけで、こいつ生きてんだって自然と広がっていくと思うんでね、気にしなくてもそれでいいと思うし、ね、なんだったらグループメールにメールでポンって出せばいい話でさ、と思うんです。で、やったことが、テレビ会議をやりましたってさ、どんだけハードル高いことをやろうとしてんの？ねもうね、そんなね、明らかにやってないことをさ、言っちゃダメだよ、バッハさんさ。もう中国に転びましたって言ってるもんじゃんね。ね、それでね、北京の自宅で安全かつ元気にしているが、今はプライバシーを尊重してほしいと彼女は説明したとか言ってんだけど、いやもうそれだったらさ、もうビデオメッセージでもさ、ツイッターでもフェイスブックにでもあげればいいじゃん。ねえ。あげて、私は生きてますって言えばおしまいじゃん。しかもさ、どっちかって言ったら公人に近いんだぜ。有名人なんだから。ねえ。で、出てきたこの共同とかの使ってる画像がさ、テレビ画像にそのテニス選手が写ってる画像と、バッハのおっさんが、対面してる画像が出てんだけど、画像だからさ、テレビ会談してるかどうかさっぱりわかんないんだよね。もうね、中国に、なんとか彼女が生きてることにしてくれって、ちゃんと生活してることにして、オリンピックこのまま続けてほしいんだって言われたか、または忖度したかの二択だと、ありありと見えるよね。ね。そう思わない？そう思わない？私はね、このニュース見てね、そう思ったんだよね。いや、もしかしたら本当にテレビ会議をしてたのかもしれないよ。知れないけど、だったらその場で、その選手に対して、悪いけど、ビデオメッセージでも出してくれないかっていうのが、あんたの仕事じゃない？と思うのよ。ね。これでビデオメッセージ出てくれば、まだね、安心度は違ったと思うよ。影武者じゃねえとかいう陰謀論で話してるかもしんないけど、でもね、まだね、この画像一枚で、しかもバッハのおっさんの言葉よりはさ、信憑性が高かったと思うよ。もちろん自分のアカウントに対して、その選手のアカウントに対してビデオメッセージ出すわけだから、より信憑性高いよね。残念ながら。でさ、北京の自宅と、欧州のバッハ会長がテレビ電話すんだぜ？もうね、もうやらせ感がね、もうプン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 に匂ってくるよね。だからこのさ、一応日中にこの選手がビデオメッセージでも出せば、もうバッハさんに私ごめんなさいって言えるけど、今この状態ではね、バッハの自作自演で中国におもねったな、オリンピックやりたいんだな、オリンピック利権を守りたいんだな、バッハちゃんはっていうふうにしか私には読み取れないんだよね。もう陰謀論だろって皆さんも思うかもしれないんですけど、でもね、平たくフラットに状況とこのニュースの中身を見ていただけると、ああ、これは演技っぽいなっていうのが見えてくるような気がします。無事に生きて出てきてくれるといいなと思いますが、某どっかの将軍様じゃないけど、似ても似つかない、そっくりさんが出てきちゃったら、
もうなくなりそうだなって思うことにして諦めたいと思います。皆さんはいかがお感じになりましたでしょうか。どうぞご無事で出てきてくれることを願っております。ありがとうございました。